レジキャラットニュは2003年4月6日から2004年3月28日までテレビ、大阪制作、テレビ、東京系列他にて放送されたデジキャラットシリーズのテレビアニメ作品。全52回104話。子供向けアニメとして制作された。関西地区では地上波初のデジキャラットシリーズの放送となった。第1巻から第10巻までは単体で DVD が発売されているが、79話以降のプリンセススクール編は DVD、ボックスセット、プリンセススクールボックスのみの販売で、単体でのリリースは行われていない。本作では舞台を招き猫商店街に変え、様々な新キャラクターを登場させた。また、前作、パニョパニョデジキャラットから、リンナキャラット及びミケ、キャラットが登場した。シリーズ後期は、プリンセススクール編として、デジ子たちが初めて学校に通うエピソードが登場。デジ子はデジキャラット星の王女様。相棒のプチコや、お目付け役のゲマと共にデジキャラット星を離れ、地球の日本のとある町、招き猫商店街にやってきた。デジ子はおもちゃ屋、スーパーオモちゃん、プチコは和菓子屋、アンコロ堂に住み込み、プリンセス修行に励むはずだった。しかし、街でたまたま見かけたアイドル、宇佐田あかりに憧れ、大女優を目指すことに方針を変えてしまう。デジキャラット全体に通じる、主たる、キャラクターの詳細については、デジキャラットにおける主要なキャラクターの項を参照。印がついている、登場人物は、ワンダフル版と TBS で放送された、スペシャルシリーズ、デジキャラット星の旅に、元となった人物が登場している。販促とは、商品の販売を促進する行動のこと。秋葉原の、下の間の図を本拠地に全国の電気街を守るために結成された。ピタテンのネット局にテレビ岩手、福島放送、テレビ静岡、三重テレビが加わる形であった。ありがとうございます。